皆さんこんにちは。あなたも出版紙チャンネルナビゲーターの永見雅樹と申します。よろしくお願いいたします。本日は、皆さんの子供時代を思い出してほしいんですけれども、はい、こちら学校の作文はなぜあんなに難しかったのか、ね、国語の時間にね、担任が今日は作文ですというふうに、ね、言ったか言わないかの瞬間にもう児童全員がと教室中がブーイングに包まれるという場面はですね、定番なんですけれども、学校の作文ってなんであんなに難しかったのかというお話を、まあ、私のね、主観もありつつ、お話をいたします。まあ、いくつか理由はね、考えられますよね。はい、国語の時間の作文がなぜ難しかったのか、そもそも書き方を教わってない、そもそもね、書き方を教わっていないということですよね。なんかな、最初にタイトル、題名を書いて、題名は二段下げでとかね、そういう形式面はね、教わるんですよね。あとまあ、段落は一段下げとかね。あとはなんかな、名前の下に一個開けるとか、そういう謎の形式もあったりね、したんですけれども、そこじゃないんですよ、教わって。まあいいんですよ、教わるのはいいんですけれども、どうやって文章を書くのかっていうと、そもそも教わった記憶は少なくとも私はないですよね。夏休みの作文でもですね、まあ、昨日、みんなで花火をやりました、楽しかったですという、ね、そういう感じになって、それしょうがないですよね。だから、本当にみんなで集まって、ワイワイ集まって、何を喋ったか覚えてないけど、何をしたか覚えてないけれども、とにかく楽しかったという子供はいますからね。それはもう全然、何でもかんでも細かく観察してるタイプの子供ばかりじゃないんですよ、世の中。そういうワイワイ騒いで、それ楽しかったっていう、それは全然ね、それが作文なわけですよ。うん、しかも書き方は教わってないわけですから、そういうふうにね、花火しました、楽しかったですっていう、それはもう素直なね、文章ですからね。そもそもね、ちゃんと観察してるとかね、細かくね、いろんなメモをしようとかね、そういうことをまず教えるとかね、そういうことがあってもよかったなと、作文の時間ね、前もって、まず書く前にですね、そもそも書き方を教わってないという問題が。でこれでも楽しかったですじゃなくて、もうちょっとね、あるでしょっていう風に指導されたらね、それはもう嫌ですよ、みんな。あとは、まあ、制約が多いということですね。特に、あれ、夏休みの読書感想文ね、読書感想文とかは、ね、あれは感想書けという風に言われて、あらすじは書いちゃいけないとかね、その物語のあらすじを書いちゃいけないとか、そういう制約があったりするんですけども、あらすじ、物語を読んで、それを原稿用紙 2枚ぐらいにまとめるという、要点をね、まとめるっていうのは、これ立派な文章力ですから、立派な文章力なんで、これは指導してもよかったんじゃないかな、むしろ。あらすじをね、そっちの難しいからって言って、あらすじを、ね、書いちゃいけないとか、そういうね、制約があったりとか、感想文って言われてもね、っていう、そんな、ね、子供の頃はボキャブラリーないですから、悲しかったですとかね、楽しかった、面白かったですとかいうふうなことにならざるを得ないですよね。感想が一番ね、自分の気持ちを、言葉で表現するって、私もなかなか難しいです、ね。それをいきなりやらされてるから、やっぱり、作文嫌いの子供が増えていくという私はね、嘆きのようなものを感じますけれども、あと逆に、自由度が高すぎるという場合ですよね。作文の時間というかですね、例えば、担任の人が、まあ、病、なんかね、風邪かなんかで休んでですね、今日は自習ですということで、まあ、自由作文ね、書かれたりする。そんなフリースタイルの作文って非常にまた難しいわけですよ。自由すぎて何書けばいいんだろうということになっちゃいますからね。でも根本的にですね、根本的な理由として私が考えているのはですね、原稿用紙に書かされていたからだというふうに考えます。特に、ね、昭和生まれの皆さんね、ど昭和の皆さんね、まあ、原稿用紙ですよね、やっぱり書かされてますよね。原稿用紙に書かされるということは、すなわち、作文を頭から書くことを強制される、そういう構造になっているわけです。はい。まあ、しょうがないんですけどもね、昔で、昭和の時代は、ね、しょうがないんですけれども、原稿用紙で。まあ、今は、もちろんね、今は、パソコン、ワープロソフトのね、ワードとか、そういったものをですね、もう小学校、中学校時代からですね、習うとか、最近パワーポイントもね、使い方を習うという話がありましたよね。
もう夏休みの自由研究とか、あるいはパワーポイントで発表したかったですよね。私はね、あんなでかい紙に前スキル書いたりとかね、あれじゃなくて、パワーポイントで紙芝居形式やりたかったなっていうのはありますけどもね、それはそれとして。ね、原稿用紙で書くということは、作文を頭から書かざるを得ないんですよ。で、頭っていうのが一番難しい、実は、文章で。これ、つかみですから、つかみ。だから、読者、フラットな状態の読者を、この文章につかませるということですから、これは最難関なんですよ、実は。ね、最難関。で、有名な作家、小説家のスティーブン・キングさんね、あれ、グリーンマイルとか、あるいはショーシャンクの空にとかね、あの映画の原作を書いた方で、非常に有名な方ですけれども、その人ですら、冒頭のワンフレーズを考えるのに、数ヶ月から数年かけることもあるということなんですよね。こういうね、長編小説なら、第1章、第2章とか第3章ってありますから、まあ、第2章から書こうかな、第1章飛ばして、第2章から書こうかなということはできますけれども、学校の作文でせいぜい、原稿紙2、3枚とか、多くて5枚とかですよね。原稿紙5枚とかの作文で、1章も2章もないわけですよ。だから冒頭から書かざるを得ないっていうんですよね、やっぱり。最難関。だから、クイズ番組で言ったら、第1問目から最難関、最難問が出てくると。超難問が出てくるというようなもので、非常に、ね、無茶ぶりなんですよね。この原稿、作文を頭から書かされてるので。これはもう大変ですよ。辛い。でも幸い、まあ、現代の大人たちは、作文を原稿じゃなくて、ワープロ、つまりパソコンとか、まあ、最近スマートフォンで書いちゃう、論文とかね、卒論書いちゃうって思います。しかし、若い人はね。そういうふうに、コンピューターを使ってですね、いろんな入れ替えも自由にできると、そういうことができるので、原稿が頭から書かなくてもよかったということですけども、それでもですね、原稿を1行目から順番に書こうとして詰まっちゃうという人がいるわけですよね。それもったいないんだよ、本当に。ソフトを使ってるんで、ワープロも。だからもう、どっから書いてもいいわけですよ。本当に、クリアしてどっから書いていいわけですよ、全然。そこを最初から書こうというふうに、固定仮面があるんですね。昔の作文の時間の固定仮面があって、最初から書くことに、それから詰まっちゃうということなんで、書きやすいところから書こうということです。で、あとから順番を入れ替えればいいわけですよね。だから最難関のところを後回しにするんですよね。ですね。で、ワープロソフトを普通に使ってもいいんですけれども、文章の順番をですね、ポンポン入れ替えるのに便利なソフトというのがあります。例えばですね、アウトラインエディターって聞いたことですね。かつてはですね、まあ、SE の方がプログラムを書くときに、なんか使うのかな。でもこれは文章を書くときにも使えるですね。例えば、まあ、こういうね、ツリー構造があるとして、で、この1個の、このマスの中にですね、何千字も入れるわけです。ね、こういうところに何千字も入れて、で、後から、ドラッグで、ポイポイと入れ替えることができます。だから、いっぺんに何千字も、ふっと入れ替えることができるんですね。ドラッグで、マウスのドラッグで。だから、非常に便利でですね。私、これを知ったのがですね、私のデビュー作である裁判官の爆笑言葉集を書いている途中なんですよね。あれを本当に私はテキスト中のテキスト以外で書いてます。90個、100個弱、100個弱のお言葉があって、それを順番変えようとしたらやっぱ大変なんですよね。そこをアウトラインエディターでお言葉をこの1個のバスの中に入れていくということをすると、ホイホイ順番を自由に入れ替えることができるということを知ってですね、非常に書きやすくなったという思い出があります。アウトラインエディターね。あとは、まあ、マインドマップは有名ですかね。マインドマップ、これはもっと自由度が高いと、自由度が高すぎて苦手というと思いますけどね。じゃあこのアウトラインエディターを使ったらいいと思いますね。マインドマップは本当に、まあ、テーマを真ん中に置いて思いついたことを構図、ツリー構造でホイホイ入門していくと、まあ、私はね、全く知らない分野のライティングをするときはですね、マインドマップを使って情報を整理します。そうすると本当非常にですね、全体構造が分かりやすくなって、数時間でその、分野を知ったかぶりできるというメリットがありますので、まあ、マインドマップね、はい、アウトラインエディターとマインドマップ、マインドマップは無料のものでもね、まあ、X マインドというソフトの無料モードでも結構使えますからね。あれはね、お便りを
読んでまいりましょう。内山さん、サトゥーンは難しい。そうですよね。難しい。はい、私も文章は一応、ね、得意、人より得意ではありますけどもね、本当は嫌いなんです。つらいんですよね。だから調べたことをね、文章にしないとお金もらえないので、ということですけども、本当は文章はそんなに書くのは好きでは正直ありません。得意ですよね。一応、スキルは。それなりに磨いてはきてますけどね、教えることはできますけどね。米谷さん、商業出版の著作なり学校の授業で作文を書くときのコツやポイントなどをしっかり教えてもらった記憶はありません。はい、私もです。はい、学校の先生個人差はもちろんあってですね、非常に素晴らしい作文の指導力が、ね、ある方もいるんでしょうけどもね。米谷さん、音声読み上げも文字起こしも精度が上がってきますね。そうなんですよね。もう少しなんですね。あともう一息。はい。ボイスレコーダーの雑音が入った、あの、音声データをもう自動的にパパッと文字にしてくれたら本当に助かる。ですよね。あと1年かな。あともう一息。伊坂さん、作文は苦手でしたね。そうですよね。わかります。ヨニアさん、文字起こしのアルバイトもありますが、あれは大変そうですね。まあ、向きありますからね、あれは。ああいうのが本当に得意な、っていうか、集中力があってね、ああいう作業が得意な人はいますからね。まあ、そういう人は、もう本当にサクサク作って、もう稼いじゃうという人もいますよね。山田さん、ラジオ出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい。川中美幸さんのラジオ番組、もう長寿番組ですけどもね、あれに出ます。来週、収録をして、オンエアはなんか6月、6月らしいですね。内山さん、今は教えてるのかな、どうでしょうかね。そもそも今、原稿用紙なのかなっていうのもありますからね。そもそも。まあ、原稿用紙の方が採点しやすいのかな。花丸とか付き合わせて。花屋さん、小1の最初の作文の授業、何を書いたらいいのか全然わからず何も書けなかった。そうですよね。で、それで怒られるんですよ。だから、給食を残しちゃう子供が怒られるようなもんですね。食えないもん食えないっていうね。はい。ヨネヤさん、自由細工みたいなんだって案外難しい。そうですよね。自由すぎる方が難しいです。咳をしても一人とかね。あれ、これがありなんだっていうね、細工をして。これがありなんだって思う、はい、発見がありますけれどもね。まあ、自由は自由ですけれども。やっぱ型にはめた方がいいと。細工はね。基本、私はワードかテキストエディターでしか原稿書いていません。いや、そういう人多いですよね。私もほとんどそうなんですけども、そういう何でしょうかね。いろんな見開き2ページとかね、そういった、パーツがたくさん集まった原稿の場合は、アウトラインエディターが便利かなというふうに思います。あとは情報が本当、錯綜してる場合、整理したい場合はですね、マインドマップを使った方がいいかなと。だから、自分が知っているはずのね、ことでも、マインドマップにまとめたらですね、あ、ここはこうなんだなとか、つながらないなとかですね、そういったことが、ビジュアルでわかるからですね、俯瞰でですね、わかるというメリットがあります。ああ、冒頭から書かないといけない仕組みになっている。これぞ、これも大きな問題なんだ。そうなんですよね。まあ、しょうがないですよね。昔はね。紙に書かっていたとかですね。それは、そうなんですけども。あれがやっぱり作文嫌い。日本人の作文嫌いを大量生産した元凶ではあったな、というふうには思います。はい。ああ、なるほどな。こういうソフトウェアは本当便利ですよね。そうなんですよね。マインドマップとか。アウトラインエディター。アウトラインエディターはなんか最近あんまりバージョンアップ、新しいやつが出てないんで、昔のやつになっちゃいますけどね。マインドマップは進化しますね。ヨネさん、X マインドありがとうございます。はい。それ愛用してますね、これは。岡田さん、私も卒論も原稿用紙でした。今思うとすごく大変なことをしてたなと思います。そうなんですよね。私も卒論は原稿100枚でしたからね。私に弁護士になるというふうに勧めたね、師匠ですけども。100枚ですからね。まあ今ならね、4万字なので、いいんですけど、大変でしたね、やっぱり、ね。まあ、原稿用紙ですから、手が痛くなっちゃうんですよね、あれはね。きついです。はい。ありがとうございます、コメント。で、本日は以上で終了でございます。YouTube をご覧の方はですね、チャンネル登録をお願いいたします。それでは本日は以上です。ご視聴、ご受講ありがとうございました。失礼します。